大セルジューク朝、または、グレートサルークエンパイアは、奥ズの筋肉部族から始まる中世世紀のトルコ系、ペルシャ人のスンナ派帝国であった。最大で、大セルジューク朝は、東は、西アナトリア半島トレバントから、ヒンドゥクシュ山脈に至り南は、中央アジアから、ペルシア湾に至る広大な地域を支配した。大セルジューク朝は、1037年に、ゥグリルベグと、 兄のチャグリーベグにより建国された。アラル海に近い本拠地から、セルジューク族は最初ホラーサーンに拡大し、結局バグダードを確保し東アナトリア半島を征服する前にペルシャに拡大した。ここで、セルジューク族は1071年のマラズギルとの戦いに勝ち、東ローマ帝国からアナトリア半島のほとんどを征服し、第一回十字軍の原因の一つになった。 1150年から1250年に大セルジューク朝は衰退し、1260年頃にモンゴル族に侵攻された。モンゴル族はアナトリア半島を主張国に分割した。結局この一つ、オスマン帝国が残りを征服することになる。セルジュークは自分の名前を大セルジューク朝とセルジューク双方に与えた。セルジューク族は 東のイスラム世界の分裂した政治情勢を統一し、第1回十字軍と第2回十字軍で主要な役割を演じた。文化と言語で高度にペルシャ化して、アナトリア半島にペルシャ文化を輸出さえして、トルコ系ペルシャ人の伝統の発展にも重要な役割を演じた。近隣の諸国の侵攻を交わす戦略的軍事目的で、 大セルジューク朝の周辺部の西北地区のトルコ族の移住は、この地域の発展的なトルコ化に導いた。セルジューク族の最初の先祖は、950年にイスラム教に改修したジャンド近くのホラズムに移住した、ハザール軍に仕えたと一般に言われるベグであった。セルジューク族はカラハンアシャに対抗して、ペルシア人のサーマーン朝のシャアと連合した。しかしガズナーシャが交流すると、 マーワラアンナフルのカラハニドに投稿した。セルジューク族は自身の独立の基礎を築く前にこの権力構造に関わることになった。大セルジューク長をガズナーサからもぎ取ったトゥグリルベグはセルジュークの孫でありチャグリーベグの弟であった。最初のうちはセルジューク族はマフムードに撃退されホラズムに撤退したがトゥグリルベグとチャグリーベグは メルブとニーシャープールダッシュに導いた。後にホラさんとバルフを通じて後継者と繰り返し襲撃死領土を交換し、1037年にガズニーを略奪さえした。1040年にダンダーナカーンの戦いでセルジューク族へと西の領土の大半を放棄させながら、決定的にマスード一世を破った。1048年から1049年に、 クグ,グリルベグの同ボイフの兄弟、イブラヒムイナルが指揮するセルジュークトルコは、イベリア州の東ローマ帝国の前線地区で最初の侵入を行い、1048年9月10日にカペトロンの戦いで5万人の東ローマ帝国、グルジア連合軍と衝突した。セルジューク族の交流で残された後輩は、非常にひどいもので東ローマ帝国の流力者、 エウスタティオスボイラスは、1051年から1052年に、かけてこの土地を、蛇やサソリ、野生動物が生息する不潔で手の施しようのない、場所と表現した。アラブの変年史海分アスイールは、イブラヒムは、捕虜10万人と、ラクダ1万頭の背に乗せた、莫大な略奪品を返却したと報告している。1055年、ドゥグリル・ベグは、 アッパース朝から委託を受けてシーア派のブワイフ朝からバグダードを奪取した。チャグリーベングの息子のアルプアルスラーンはアナトリア半島のほぼ全域を併合するアルメニアとグルジアを1064年に加え東ローマ帝国に1068年に侵攻することで明確にトゥグリルの領土を拡大させた。1071年のマラズギルとの戦いでのアルスラーンの決定的な勝利は 事実エトルコのアナトリア半島侵攻に対して東ローマ帝国の抵抗を中立化させた。グルジアはイベリア州を防衛することでアルプアルスラーンの侵攻から奪還できたがアナトリア半島から東ローマ帝国が撤退することでグルジアがセルジューク族とさらに直接接触することになった。1七7年ガンジャやドビン、ドミニシのセルジュークアミールは成功裏に カルスの要塞を奪取したジョージ2世との戦いでグルジアに侵攻し破れた。セルジュークアミール・アフマドによる報復攻撃はクベリスチケでグルジアを破った。中世を誓うアタベクとしてアルプアルスラーンはかつての東ローマ帝国のアナトリア半島からの土地を分割する権限をトルコ人の将軍に与えた。2年以内にトルコ人は スータのベグリクの下で英ー海まで支配を伸ばしたルームセルジューク朝イズミルのベーリクアルプアルスラーンの後継者マリクシャーと二人のペルシャ人はズイールニザームルムルクとタージルムルクの下でセルジューク国はアラブ侵攻以前のかつてのイラン国境に向けて様々な方面に拡張しそのために間もなく東は中国と西は東ローマ帝国と国境を接した マリクシャーは首都シャフレレーからエスファハーンに移し、ダイセルジューク朝が絶頂期を迎えたのは、この時代であった。イクタ軍事組織とバグダードのアルニザミーア大学が、ニサー・ムルムルクにより創立され、マリクシャーの時代は、ダイセルジューク朝の黄金時代と考えられた。アッパース朝カリフは1087年に、東西のスルタンと名付けた。しかしハサン・サパーフの暗殺教団は、 この時代に一段となり始め、その指導の下で、多くの指導者を暗殺し、多くの出展によると、この犠牲者に、ニサー・ブルムルクがいた。1076年、マリクシャーはグルジアに押し寄せ、多くの入植地を破滅に追い込んだ。1079年から1080年にかけてグルジアは、毎年の兆候という相当な犠牲を払って高価な、平和を耐え忍ばせるマリクシャーに服従するように、 圧力を受けた。セルジューク族の勢いは確かにマリクシャーの下で絶頂期であり、カラハンアッサとカズナーサは共にセルジューク族の先制君主としての地位を認めなければならなかった。セルジューク族の領土がイランとイラクの古代サーサーン、アサの領土を越えて形成され、中央アジアや現代のアフガニスタンの領域同様にアナトリア半島を含んだ。セルジューク族の支配は トルコやモンゴルの遊牧民に共通の部族組織を手本にし、家族連合やアパナージュ国に似ていた。この組織の下で最高位の家族の指導者が独立したアパナージュとして、領土の一部を家族に割り当てた。マリクシャーが1992年に死去すると、ダイセルジューク長は、兄弟と4人の息子がダイセルジューク長の配分をめぐって不和になり分裂した。マリクシャーの地位は、 アナトリア半島では、ルームセルジーク朝を建国したクルチ・アルスラーニ一世が、シリアでは、兄弟のトゥトゥシュが継承した。ペルシャでは、当時は三人の兄弟イラクのバルキーア,アルクや、バグダードのムハンマド一世、ホラさんのアフマド・サンジャルから異議を申し立てられた息子のマフムード一世が継承した。トゥトゥシュが死ぬと、息子のリドワーンとドゥカークがそれぞれ、アレッポとダマスカスを相続し、 同様に互いに争い、さらに互いに反目し合いながら、シリアを主張に分配した。1118年、三男のアフマド・サンジャルが、大セル従区長を掌握した。彼の老いであり、ムハンマド1世の息子にあたるマフムード2世は、アフマドの王位の主張を承認せず、自らがスルタンであると宣言し、最終的に公式に、 アフマド・サンジャルに退位させられる1131年までバグダードに首都を構えた。名目だけのセルジューク領は他に東北シリアと北メソポタミアのある特徴があり、1098年までエルサレムを支配した。ダニシュメンド町が東アナトリア半島と北シリアに建国し、ルームセルジューク町と領土を争い、ケルボガはモーソルのアタベクとして独立した。 第一回十字軍でセルジューク族の分裂国家は一般に十字軍戦士に対して協調するよりも自国領を強化し隣国の支配を得ることの方に関心があった。セルジューク族は容易に1096年に到着する民衆十字軍を破ったがエルサレムに興奮するニカヤヤコンヤカイセリ。 アンティオキアのような重要な都市を奪取する続く王子十字軍の軍勢の前進は止められなかった。1099年、十字軍戦士は、ついに聖なる国を奪取し、第一次ウトラメールを建国した。セルジューク族はすでに十字軍戦士が獲得する、直前に再奪取していたファーティマ町に、パレスチナを奪われていた。エデッサ博国を略奪するとセルジュークの司令官、イルガジは、 十字軍戦士と講和した1121年、義理の息子のサダカーやギャンジャのスルタンマリクが率いる部隊を含む、おそらく25万から35万に上る部隊と、グルジアに向けて北上し、グルジア王国に侵攻した。ダビド4世は、イルガジの膨大な軍と戦うモナスパ英兵5000人や、キプチャク兵15000人、アラン兵300人、 フランスの十字軍戦士100人など、グルジア戦士4万人を招集した。リドゴリの戦いが1121年8月12日に、グルジア王国軍と大セルジューク長軍の間で行われた。その結果、セルジューク族は数日間グルジア騎兵隊を追跡することで疲弊し、徹底的に打ち破られ、戦場から敗走した。リドゴリの戦いは、 イルガジ軍の圧力を受けていた十字軍諸国を助けた。ラテン公国の主要な敵が弱体化したことは、ボードゥアン2000王が統治するエルサレム王国にとって有益であった。この間に、ウトラメールとの騒乱も断続的に行われ、第1回十字軍後に互いに領土をめぐって、張り合ったのでますます独立したアタベックが頻繁に他のアタベックに対してウトラメールと連合することになる。 モースルではザンギーがアタベクとしてケルボガの後継者になり成功裏にシリアのアタベクの統合を開始した。1144年エデッサ博国が自分に対してある特徴と連合したのでザンギーはエデッサを奪取した。この事件は第2回十字軍開始の契機となった。アレッポのアタベクとして後継したザンギーの息子の一人ヌールティーンは 1147年に上陸した第二回十字軍と戦う地域で同盟関係を構築した。アフマド・サンジャルは東の勢力の遊牧民の進行同様にマーワラ・アンナフルのカラハン・アやアフガニスタンのゴール、ア現在のキルギスのカルルクによる暴動を封じ込めるために戦った。増大する勢力ははじめホジェンドで、 セルジューク族の従属国であった、その際にシカラハンアサを粉砕することで続いた東、カラハンアサを破った。カラハンアサはサンジャルが西領に対して個人的に軍勢を率いることで応じたセルジューク族を援助のために領主に転属させた。しかしサンジャルの軍勢は1141年9月9日のカトワーンの戦いでヤリツ大石の軍勢に決定的に破られた。 サンジャルは命からがら逃げられたとはいえ、妻を含む身近な親族の多くは戦闘の余波で捕虜になった。サンジャルが東からの侵犯する脅威を与えることに失敗した結果、ダイセルジュー区長はシルダリア側までの東の諸ア型べてを失い、西から半朝の家臣は清涼に強奪された。1153年、オグズは無本を起こしサンジャルを捕らえた。 三年後に脱走できたが、一年後に死亡した。残疑遺症やある特徴のようなアタベクは、名目上に限って言えば、セルジュークスルタンの支配を受け、一般的には、独立して、シリアを支配した。アフマド・サンジャルが1157年に死ぬと、このことは、大セルジューク朝を分裂させ、事実上アタベクを独立させた。ホラサンとトランソクシアナのホラサンセルジューク族。首都。 メルブ・ケルマーン・セルジューク・ゾクルーム・セルジューク・アサ。首都・イズニク・アトニ、今夜イランのサルグル・アサのアタベクリク・イラクと、アゼルバイジャンのイルデニズ・アサのアタベクリク。首都・ナヒチェバン・ハマダーン・タブリーズ・シリアのブーリー・アサのアタベクリク。首都・ダマスカス・ジャズイラのザンギーのアタベクリク。首都・モースル・トゥルコマン・ベグリク、小アジアのダニシメンド町、アルトゥク町。 サルトゥークアサ、メンギュジェク家、第2回十字軍の後でヌールッティーンの将軍シールーフはファーティマ朝のエジプトで名声を確立し、サラーフッティーンにより継承された。結局は、サラーフッティーンはヌールッティーンに反旗を翻し、その死に際して、サラーフッティーンはその未亡人と結婚し、シリアのほとんどを手に入れ、アイユー部長を創設した。別の戦線では、グルジアが、 地域の強国になり始め、大セルジューク長を侵食しながら国境を拡大した。同じことは、アナトリア半島でレオ2世が統治するキリキアアルメニア王国の復興期にも起きた。アッパース長カリフナーシルもカリフの権威を再び主張し始め、ホラズムシャー・アラウティーン敵主と連合した。タムキカントゥグリル3世は、アナトリア半島を除く全セルジューク長のスルタンであった。 しかし1194年にズグリルは、ホラズム朝シャー・アラウッティーン的主に敗れダイセルジューク朝はついに崩壊した。かつてのダイセルジューク朝の内アナトリア半島のルームセルジューク朝だけが残った。王朝が13世紀半ばに衰退したので、モンゴル帝国が1260年代にアナトリア半島に侵攻し、ベ陸リックと呼ばれる小さな主張国に分割した。 結局このうちの一つ、オスマン帝国が兄弟になり、残りを征服した。セルジューク族は、奴隷や傭兵として、ムスリム宮廷に勤めることで教育を受けた。王朝は信仰復活や勢力、アラブ人やペルシャ人に従来統治されていた、イスラム文明への再結合をもたらした。セルジューク族は大学を創立し芸術や文学の保護者でもあった。その影響力は、 ウマルハイアームのようなペルシア人天文学者やペルシア人哲学者ガザーリーにより特徴づけられている。セルジューク族の下でアラビア語文化の中心がバグダードからカイロに移る。一方でシンペルシャ語が歴史を記録する言語になった。ありがとうございます。